音楽で旅をする番組音旅、こんばんは、小川栄です。ここでは私が見つけてきた中古レコードを紹介しています。今回はじゃん、モーリス・フォン・オズワルド&オールド・サフナーのモーリス・フォン・オズワルド&オールド・サフナーという2017年にリリースされたアルバムです。モーリス・フォン・オズワルドというのはドイツのミニマルダブテクノの重鎮なんですけれども、結構いろんな人とコラボレーションしてて、よくこのチャンネルでも紹介するカール・クレイグとか、あとデトロイトテクノのフォン・アートキンスとか、結構前に紹介したフランチェスコ・トゥスターノのリミックスを手掛けていたりとか、いろんな人とコラボレーションしてるんですけれども、これはかなり異色のコラボレーションやなと思います。オルド・サフナというアーティストはキルギス共和国のアーティストで、キルギス共和国ってどこなんってまず思ったりしませんか？まあ私はどこなんやろうと思って調べてみたら、中央アジアのカザフスタンとかウズベキスタンの隣にあって、かつてはキルギスタンと呼ばれて、今はキルギス共和国という呼び名になってるみたいです。キルギス人、ウズベク人、ロシア人、ウイグル人とか、あとトルコ人とか、いろんな人種が集まっている多民族国家、そういう国で活躍する音楽集団っていうのがオルド・サフナ。これはね、ほんと異色のコラボでめちゃくちゃ楽しいですね、全体通して。特に A 面と C 面が伝統楽器を使った民族音楽っていう曲が結構入ってて、トラディショナルな曲だったりとか、アカペラが入ってたりとか、このガチでそのキルギスの民族音楽を楽しめるっていう曲も入ってるんですよ。そう、いろんな音楽を知れるっていう意味で本当に面白かったり、即興もあったりして楽しいんですけど、あとはもうモーリス・フォン・オズワルドのアレンジの素晴らしさみたいなのがめちゃくちゃ出てますね。すごいです。中でもお気に入りなのがこの A 面の3曲目、ドラムスっていう曲なんですけど、これはキルギスのパーカッションがダブにアレンジされててめちゃくちゃかっこいいです。で、B 面が Facets という曲で、これも1曲だけなんですよ。15分ぐらいあるんですけど、これももうモーリス・フォン・オズワルドの世界っていう感じで、映像とともに音楽があるような感じで、結構映像が浮かび上がる曲やなと思います。私は猿の惑星みたいな感じの映像が浮かんできて、ファンタジーなんやけど、なんだか人間臭さがある映像、なんかそういうのがずーっと浮かび上がってる感じがしました。やっぱりその民族楽器の音色が入ってるっていうのが大きいのかもしれないです。で、 C 面の4曲目、ビシケク・メイ2016、まあ、曲タイトルというか、ビシケクっていうのがこのキルギス共和国の首都で、2016年5月に行われたライブの音源をダブミックスしてるっていう曲で、これはやばいです。すごい、もうなんか異次元に連れて行かれる感じで、10分ぐらいこの曲あるんですけど、もう10分間ずーっとそこで陶酔してられるっていう、この曲もやばいですね。で、私一番好きなのは D2 のドラフトダブっていう曲で、ドラフトっていう曲があるんですけれど、それのダブバージョン、この曲がめちゃくちゃかっこいいんですよ。民族テイストもしっかり目立つダブで、もう最高にいいです。よくこんな曲作れるなって思うような、モーリス・フォン・オズワルドのセンスが素晴らしいってほんまに感じる曲やなと思います。すごいです。全体通してほんまに素晴らしいアルバムやなと思います。ということで、今回はモーリス・フォン・オズワルド&オールド・サフナーというアルバムのご紹介でした。異次元に連れてってくれる素晴らしいアルバムやと思います。ぜひ聴いてみてください。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録してもらえたら嬉しいです。下のいいねボタンもお願いします。次回もお楽しみに。バイバイ。チャンネル登録、そしてグッドボタンをお願いします。